全ユーザー無料配布、お笑い芸人見取り図さん名称やっていきたいと思います。とりあえずまずですね、森山選手のガチ育成動画外でもね試しまくってこれだっていうのが決まったのでね、ご紹介していきたいと思います。もちろんね今回リリー選手も使うんだけど、今回の一応メインは森山選手でいこうかな。プレイスタイルがターゲットマンということで、本当はポストプレイですね、前線に張ってくれて、やはりね身長180センチで体重がね95キロあるのでかなりガッチリしてるんですよね。お相手が来ても体当ててですね、そしてまあ柔軟なプレーもできるんで、そこからね得点を生み出すっていう形が理想。さらにゴールキーパーもね適性があるので、ゴールキーパーでもね後々使っていこうかな。リリー選手の育成こんな感じでしてみました。スパサブ起用でね後半から生かすっていう形でまずはね使っていきたいと思います。能力値がですね、まあいろいろ先ほども話した通りガチスカに入れてガチ育成で試しました。でもこのパターンが一番強かったね。フィジカルコンタクトとボディコントロール両刀ですね。ここまでねフィジボディ両刀で90後半保てるので、イメージ的には BT レオンとかキングメッシみたいな使い方ができますね。スキルも強くてね、シザーズヘッダー、コンカライジング、さらにエアバトルもあるから、ほんと空中のところでねかなり競り勝てる。スキル追加でダブルタッチ、アウトスピンキック、ワンタッチシュート、ワンタッチパス、ミドルシュートをつけてきたんで、最強の森山選手を完成いたしました。まあ、ここもね使ったね使用感がかなりいいですね。特にコントロールカーブ元から持ってて、アウトスピンキックもあるんで、そこから狙いやすく、やっぱ左足をねメインで使っていくので、このね逆足インド精度のところもね見ると、なのでやっぱアウトスピンキックは欲しいかなと。さらにボックス内でねワンタッチシュートに、あとはドリブルのダブルタッチ、これはね結構確定級で欲しい。早速見取り図名称やっていきましょう。レディゴー、さあ行くぞ。ということで今回ですね、森山選手の背番号53でリリー選手の背番号46にしてるんですけど、この53と46、5346、何の番号か分かる方いるかな。やったー、絶好調。このね本当調子がですねマジで動画外とかで使ってても絶好調、引きまくるんで、やっぱ調子の波大きいって偉大だね。そしてこちらね、森ちゃんズユナイテッドっていうイベントクリアしたらもらえるユニフォームをね今回着用していこうかな。で森山選手がですねゴールしたら固有のねパフォーマンスがあるんだよね。それをちょっとコム戦でねいろいろ見てきたんで、まあ、撮ってきたんでくっつけようかなと。非常にいろいろまたね新たななんかパンチになってるんで、さあこっからもう狙っちゃう。このダブターからのね形はやっぱ狙いたいですね。いけるいける、ついよ。さあということでここちょっとどのパフォーマンスを乗っけてるかはちょっと自分の編集次第なんですが、いやめちゃくちゃパフォーマンスがね固有で面白いんだよね。マジでさっきのシーンとかあそこら辺のなんかこう競り合いのところ強いよね。さあリリー選手、さあここキックフェイントでさらにかわして、やばらないか。2連キックフェイントもね個人的には結構おすすめしたい。リリー選手とね森山選手やっぱいいですよね、どっちも。さあここ入れてドリブル、ナイス。シザーズでキックフェイント、ダブルタッチから右までやっていくぜ。ドリブルがやりやすいんですよね。取れる、一回こう体入れつつ、ナイス。さあコントロールカーブもねちなみにあるんで、ノイヤーの牙城1点を破ったが、 e フットボールのね公式のウィナーズの動画でねリリーさんがですねスーパーサブでね自分はなんか出たいみたいな感じ言ってたんで、そうだね、もうまさにその起用法でいくか。リリー選手から森山選手に狙うぞ、ファイア来た。あー、いや、ただめっちゃいいボール、めちゃくちゃいいボール流し込んだけど、ちょっと待ってこれちょっとやばいかな。大丈夫、いやーリベリーさすが、一回当てる、ここいやー見せる、めっちゃいい動き。さあで森山ヘッド、うわー、リリー森山のね最高の見取り図コラボレーションでしたね。ふんわりがいいかな。いやでもある程度
感じにニヤニヤ上げれればね、多分森山選手が来てくれるんでね。いや強い、あそこら辺もしっかりとね行ってくれますね。うまいな、ちょっとやばいですね。さあただまあまだ1点だからね、もう1点ぐらい欲しいですけど、ルーレット森山ダブット、よしコーナーキック、やったー勝利、森山選手のゴールでね、しっかりとまずは初戦ものしていく。ドリブルとかもいいからね、そして大事なところで決めてくれる。ダブルタッチからのやっぱ突破もね、さらに狙っていけつつね、ゴールだね、ゴール。やっぱゴールを決めたい。ゴールキープがね、あー、森ちゃんズユナイテッドのユニにするの忘れてた。シザーズキャンセルとかもどんどん狙っていきたいよね。さあ、これだー、イエスだー、ダブルタッチからのライジング、突き刺していくー。さあ今のよね、やっぱあれが理想ですね、理想体なんで、まあ、今後もねちょっとあの形はどんどん狙っていきたいんだけど、スーパーでしたね。一回この浮かし系で当てといて裏ですね。 OK ナイス、ワンタッチシュート追加してるところから抜け出してのうまさもある。いやあのボールをしかも逆足で決めるワンタッチ、ナイスゴール、見取り図森山。一回この浮かし系で当てといて裏ですね。 OK ナイスー、ハットトリック目指してやっていきましょう。もう取れる、一回当てるで落としてからの空いたー、はいナイスミント、うわシザーズをねやっぱ入力しながらのキックフェイントで、まあ、若干あそこでステップオーバー気味しながらキックフェイントみたいな形もできるから2得点。いやー森山選手見せてくれましたね。いやー背番号53がいいですね、やっぱ53と46でね、見取り図の M1 ラストイヤーエントリーナンバーがしびれるね。アイコンのポーズこれ誰か意識してるかな、この試合も絶好調、まだまだ見せてほしいですね。ドリブルパスシュート全部数値以上にねキックが飛ぶんで、隙見ればいけるはず、空いてる、で行こうかな、ライジンゴー、やべー、これぞ見取り図森山選手だよね、黄金の左足でしょ、そこからやっぱ持っていけるってバケモンっすね。フィジコン、ボディコンの両頭から生み出せれるね、柔軟なやっぱトラップのところ、動きのね軽さ、重心の持っていくところからやっぱインパクト気持ちよすぎましたね。さあ前半終了間際だが追いかけます、痛い痛いが追いかける、プレスどうしよう、ダブチンかゴーダウン、マルディーニさすがのディフェンス、ただ前半1-0。さあ森山選手見る、ターゲットマンいい位置、落とす、裏いけるけん、惜しな、今のもよかった。森山選手のねタッチの感覚がつかめてくるとめちゃくちゃ楽しいですからね。ここはダブダイコーン、ナイスー、キーパー止める、いやーいいシュートだったな今のも。よっしゃいということで 1-0 勝利、もちろん MOM です。いやこれはスーパーゴラスト、まずねトラップの時点でバケモンでしたもんね、その後の跳ね上がり方が尋常じゃない、このターゲットマンのさ背負ううまさ見ててよ、この威力をここから伸びちゃうんですよね、ぐわーん気持ちいい。それでは稲妻イレブンイプシロン戦法いきましょう。エイリア学園のねデザームとゼルで行われるねゴールキーパーとフォワードのね前後半でね入れ替わっていきたいと思います。まずは前半ですね、ゴールキーパー森山選手、そして後半からですねリリー選手入れて森山選手をフォワードストライカーに置く。さあ、まあ、できればゴールキーパーの、うわー森山選手ちょっとお相手さんめちゃくちゃ遠い位置から狙ってきたね、いやこれは怖かった。ゴールキーパー森山のところ狙ってますね、二次元ザハンドで枠外に送ってやりましたよ。
オッケー、みんなで守れば大丈夫。やばい、いやー決められる。がここでこの展開は完全にですね、稲妻イレブン大見原中で行われたですね、あの展開に似てるんだよね。ここからグングニルを放っていく。さあこれでね交代になるんで、いい、オッケー、よっしゃー。さあゼルが決める。週刊ジルーことゼルが決めて、ここからですね、俺にも決めさせろ、ドリルスマッシャーじゃなくてグングニル、グングニルを打ちに行きます。これだからやめられないんだと。さあチャンスだ、森山ち上がってる、グングニル打ってくれ、グングニル打ってくれきたグングニル、グングニル、マジでグングニル決めてくれましたね。さあゼルとデザームの得点、森山選手がねゴールキーパーからフォワードに上がった途端一瞬で決める。グングニル上げてくる、いやこっちジルーもいますからね、ナイス、よっしゃー、やめてくれ、やめて、ガー決められたが、ここね頑張ったんすけどね。ここでリリー選手を入れてきます。見取り図完成、縦並びですけど、漫才はね普段横並びだけど今回ばかりは縦並びでお願いいたします。さあ当てる、逆サイドめっちゃ余ってね、よっ、ここが余ってる、リリー選手が余ってる、キックフェイント、うわーマジか、見取り図縦並びがね結構刺さりに刺さったんですけど、やばい、待て、ここで負けるわけにはいかないんだ、ここで負けるわけにはいかないんだ、ここで負けたら完全に稲入れのイプシロンですけど、沖縄で戦った。さあこれ最後行こう、うわここで最後負けるまでがデザームなんだよな、そうなんだよ、ここで最後、マジこれ稲妻イレブン見てるみたい、こんな感じの、稲入れ知らない方のために言うとマジでこんな感じの展開があったんですよね。自分的にはね森山選手のグングニルが見れたんで最高でしたね。いやここポジショニングめっちゃいいよな、そして左足の振り抜きがパーフェクト、いやーこれはいいゴールだった、マジで森山選手の絶好調具合半端ないですね。負けられない戦いがここにはあるということでね、シーザー2、さあ進んでいこう。結構ねボールは持ちすぎず、ただ離しすぎずがねいいんでね、仕掛けますよ、上げちゃおうかな、ゴー、無理か、さすがにやっぱ高いがいけそう、おーいやここいける、さあここ一回預ける、で上がってもらう、上げてもいいかな、上げちゃうか、行きましょうかね、ゴー、見取り図森山、うん、惜しいな、CB 来るんで誘い出せばいけそうな気がするね、当てちゃおう、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 おいけるか、スミア、さすがにスーパーゴールすぎるわ今ねセンターバック2枚囲まれてましたけど、ほんと BT レオンとかキングメッシみたいな抜き方して、そっから最後ですねスキル追加したアウトスピンキック、ダブルタッチ使わなくてもねここまで抜けるんで、さすがのフィジコンボディコン90後半からの無敵時間ドリブルでアウトスピン今回も素晴らしかったですね。それではここでリリー選手投入、普段はねお二人漫才横並びでやってますが、今回はフォーメーション上縦並びでいくぜ。リリー選手がイフットボールの公式の動画で言ってたんですけど、スーパーサブ起用がいいって言ったからね、スーパーサブで活躍したい、いけるぞこれ、見取り図コンビいける、マリア、やったー、よっしゃもう言うことないっすね。リリー選手&森山選手の2人で取った得点、いやーそこね結構難しいやつで、しかも1回ディフェンダーが触ってるからね、
見取り図の2人仲いいって聞いたことあるんで、絆マックス。おっとこれラストいけるんちゃいますか。いけるん、連携ワンパウメー、リリーさんのスルーパス、森山さん決めてくれ。ヘディング来た。ええうわいやー、ラスト試合ね、2人でね、森山選手、リリー選手で点取ったぜ。いやー、2得点とも最高だったけど、この1点目やばかったな、これ。そこでさ、まあ、反転のところを行きつつですね、最後、アウトスピンコンか。なかなかね、コースがないところをニア抜く。マジで軽い。柔軟さがあって、ドリブルできて、めちゃくちゃ楽しい。はい、ということで今回は見取り図のお二人メイン賞でした。まあ、特にですね、森山選手がねフィジコンボディコン90後半というなかなかいない化粧性の高さですね。そこからの破壊力半端なかったですね。ライジングシュートも元から持ってるんで、ミドルシュートもバンバン突き刺せて、あとねスキル追加でやっぱ最強型にしてるのもあってね、めちゃくちゃ強かった。そしてリリー選手のねパスから森山選手が決めたね、もう最後のゴールは痺れましたね。見取り図の2人で取ったゴール。次回はウィナーズ、ゲーゴ選手とウンパルンパ選手ね、使っていきたいと思うので、ぜひ皆さん、あと遊びに来てください。見取り図のお2人、最高でした。また会いましょう。さよなら。バイバイ。